皆さん、こんにちは。まだ出ているんだよね。ちょっとびっくりする。やばくないの。亡くなった人のコマーシャルを流していいのかな。竹本ピアノは財津一郎さんの CM をやらなくなったけど、出張買取業者、買取福ちゃんの CM について、SNS には連日こんな感想コメントが寄せられています。妻で俳優の池波志乃と共に、長年同社のイメージキャラクターを務めていた中尾明さんが、5月に逝去しました。にもかかわらず、この7月から新 CM がスタート。生前と変わらぬ元気な姿で、福ちゃんだね、という決め台詞を言っていることについて、もやっとしたものを感じている人たちは一定数いるようです。買取福ちゃんを運営する株式会社リゲートの親会社である、レクストホールディングス株式会社の広報部によると、買取福ちゃんイメージキャラクターとして、長年ご活躍いただいていた中尾明様は、単なるイメージキャラクターという枠を超え、その存在は弊社にとってかけがえのないものでした。弊社としましては、今後も何らかの形で、イメージキャラクターとしての活動を、継続していただきたいという思いです。今期より先の予定については未定でございます。具体的なことは、出演者の皆様や各事務所様のご意向も、踏まえた上で検討してまいります。とのこと。一部の声より、消えることはない中尾さんへの信頼と、感謝を大切にした、ということでしょう。とはいえ、SNS の声にもあったように、放映中に亡くなった人を CM キャラクターとして使い続けることに、何か制限などはあるのでしょうか。企業の広告事情に詳しい経営コンサルタントの、小野雄介さんがこう解説します。放送法に引っかかる、といったような、ペナルティ的なものは一切ありません。その企業のスタンス次第です。買取福ちゃんの場合、利用したいと思う人たちと、中尾さん夫妻の知名度や年齢層が合致します。また、亡くなった中尾さんとの絆を大切にしている、という実直な企業理念もアピールすることができ、中長期的なブランドイメージを作りたい企業にとっては、全く悪いことではありません。あとは権利継承者となる所属していた事務所や家族が、いつまで起用を認めるかになると思います。なお先日、竹本ピアノが長年 CM キャラクターを務めた、財津一郎さんをリスペクトした新 CM を発表したことでも話題になりました。これもまさに、ブランドイメージのために個人を起用する、という一例でしょう。一方、常に最先端をアピールするため、ブランドイメージを固定したくない企業もあります。日本コカ・コーラ社などは、そのため同じイメージキャラクターと、3年以上は契約しないと言います。唯一例外だったのが、缶コーヒーブランド、ジョージアのイメージキャラクターを務めた山田孝之さんだったと、聞いたことがありますね。さすがカメレオン俳優。ところで、亡くなった方を使用し続けることで、一番割を食うのは誰になるのでしょうか。広告代理店ではないでしょうか。個人を使用した新しいシリーズの CM 制作を提案することが難しくなり、制作費や手数料が激減してしまうでしょうから、小野さん、これからも中尾さんの福ちゃんだね、を聞き続けられるようです。では、この CM 出演のギャラは一体どうなるのでしょうか。芸能記者はこう解説します。死後の CM 起用においてのギャラですが、なんと池波さんはもう受け取れないと言っているという話です。企業も個人とはいえノーギャラというわけにはいかない。ということでどっちが折れるのかというところですが、そこで息子さんの名前が挙がっていると言います。万全に見えた中尾明さんの就活でしたが、当事者同士にしかわからない問題が残されていました。同い年なので、私が先に行くかなと思っていました。ずっと音沙汰はなかったですし、もうあちらとは関係はない、ですけど、息子への対応を振り返ると、もっと違った接し方があったんじゃないかと思っています。言葉を選びながら複雑な胸中を口にしたのは、中尾明さんの元妻、茅島成美さん。
中尾さんは再婚した池波志乃さんと共に芸能界でいち早く就活に取り組んだ夫婦として知られています。誰よりも念入りに進めたはずの就活でしたが、中尾さん亡き後にもしこりは残されていました。本格的に就活を始めたのは2013年。まずは証人の立ち会いの下で遺言状を作成、不動産の整理にも着手し、千葉にあった中尾さんの実家と当時所有していた沖縄のセカンドハウスを売却しました。池波さんの実家の菩提寺に生前墓も建てました。おしどり夫婦の就活は注目を集め、2018年には共著就活夫婦講談社を上司、以来中尾さんと池波さんはメディアでも積極的に就活について語るようになりました。しかしその中に夫婦があえて触れなかった就活の重要なトピックがあります。中尾さんのトレードマークだったネジネジを大量に処分したエピソードや、友人関係をも躊躇なく断捨離した就活事情を語る一方で、相続について言及することはほとんどありませんでした。一般的に就活において重要なポイントとされる相続を話題に出さなかったのは、息子さんの存在があったからかもしれません。中尾さんの知人、中尾さんと池波さんの間に子供はいませんが、元妻との間には息子が一人います。法律上、中尾さんの法定相続人は池波さんとその息子の二人ということになります。1970年に元妻と結婚して息子が誕生した中尾さんでしたが、別の女優と不倫関係になり、1975年から妻子と別居、慰謝料をめぐる調停が長引き、1978年に2000万円を支払うことでようやく離婚が成立しました。その頃には中尾さんは女優との関係を解消しており、テレビドラマでの共演をきっかけに池波さんとの交際をスタートさせていました。そして離婚成立と同じ年に池波さんとスピード再婚を果たしました。プレイボーイぶりを発揮していた中尾さんでしたが、息子への愛情は揺るぎませんでした。別居中に応じた週刊女性1975年12月23日号のインタビューで、一人息子への思いをこう明かしていました。 X 紙面では息子の実名のことを考えると眠れない夜もあるんです。そんな時は酒を飲んで自分の気を紛らすんです。ドラマの最中にもふと子役の子供と X の顔がダブる時がある。そんな時声も出なくなるんです。妻とは別れても X は僕の子供なんですよ。しかしそのインタビューから3年後、池波さんと再婚した中尾さんに父の顔は見られなくなりました。中尾さんは息子さんについて口を開くことがなくなりました。そればかりかメディアや周囲に、俺には子供がいないと話すようになったんです。もちろんそれは篠さんとの間にという意味でしょうし、篠さんの気持ちを汲んだ言葉だったのも分かっていました。ですがどこかで子供の存在を忘れるために言っているんじゃないかと思うこともありました。それでも中尾さんは息子さんのことをずっと気にかけていたようです。20年以上前になりますが、息子さんが結婚した前後に中尾さんから会いたいと連絡したことがあったんです。でもその願いが叶うことはなかった。元妻との離婚後、中尾さんが息子さんと顔を合わせることは一度もありませんでした。前室、中尾さんの知人、子供がいないの真意は中尾さんにしかわかりませんが、離れて暮らす幼い息子には辛い言葉として残ったのかもしれない。元妻、茅島さんは相続に関する連絡も一切ないと明かしていました。相続の話があればあちらの奥様が生きているうちに言ってくるでしょうが、こちらから何か言うつもりもありません。そもそも息子を大切に思っていたのならば、中尾さんは自分が生きているうちに息子との関係にけじめをつけないといけなかったんじゃないでしょうか。私はその点は怒っていますよ。元妻、実際離婚が増加した昨今、中尾さんのように疎遠になった子供との間で相続問題が発生するケースも増えているといいます。
相続に詳しい司法書士の椎葉元文さんが解説します。仮に被相続人が全財産を配偶者に相続させるという旨の遺言状を残していたとしても、子供には遺留分として法定相続分の2分の1を受け取る権利が残ります。疎遠になっているとはいえ、基本的に法定相続人の存在を無視して相続の手続きを進めることはできません。住所がわからない場合でも専門家に依頼するなどして連絡を取る必要があります。中尾さんのケースでは法定相続人が2人のため、遺言状があった場合でも息子は遺産の4分の1を受け取る権利があります。関係が断裂し、記憶から消した長男の存在が落とし穴になり、場合によっては相続の手続きが完了していない、そんな可能性もあるわけです。2005年に中尾さんが終わりの住処として購入した都内の高層マンションの一室は、2009年に贈与の形で篠さんに所有権を移転しています。中尾さんの所有不動産ではありませんから、相続財産にはならない。もしかしたら中尾さんは相続の手続きが進まないことを見越していたのかもしれません。これから出演予定の CM の報酬含め、遺産の行方は息子さんの意思次第のようですが、両者が中尾さん亡き今接点を持つ日は来るのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。